フロートビヒ、アレクシス・エルンストフォン・ヘッセン・フィリップ・スタールバルヒフェルトは、ドイツの諸行家門ヘッセン家の講師で、ヘッセン・フィリップ・スタールバルヒフェルト紅白科の課長。ヘッセン・フィリップ・スタールバルヒフェルト講師ビルヘルムと、その2番目の妻で、ベンシュタイン校、ルートビヒの娘であるユリアーネの間の第に子、長男として生まれた。両親は、おじと姪の間柄だった。1905年、 おじのアレクシスの死に伴って、バルヒフェルト疱白家の家督を引き継いだ。さらに1925年、アニミャクのヘッセンフィリップス・タール疱白家最後の当主、エルンストが独身のまま死去すると、ヘッセンフィリップス・タール疱白家の家督をも引き継いだ。長男のビルヘルムが1942年に戦死した、ため、着村のビルヘルムを家督相続者とした。 1904年5月26日に、リヒヒにおいて、ゾルムス法園ゾルムスリッヒ公、ヘルマンの娘カロリーネと結婚し、マニ3男2女の5人の子女を設けた。ありがとうございます。